Hey guys, welcome back to the walkthrough. Today we're off to the Osaka campaign on the Tokugawa side.関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は征夷大将軍につき江戸に幕府を開いた。信行は弟行村の除名が許されたことを深く感謝し上田藩主として家康と幕府に献身的に尽くした。やがて関ヶ原の戦いから15年後、豊臣家は幕府と決裂、大坂城に挙兵した。信行は家康の目指す太平の世を完成させるため、諸大名と共に軍を率いて大阪城を囲む。大阪城にこもる浪人たちの中には、関ヶ原の敗戦後九度山に蟄居を命じられていた雪村の姿があった。真田の将、大阪の陣。この手で守ってみせる。稲も続きます。雪村が豊臣方に。さようか。申し訳ございませぬ。ですが弟の分までこの信行が働いてご覧に入れます。いい手は真田のため、弟のためか。そなたは幹となって咲かせたいのだな、雪村という花を。だが花は散るものだ。わしも徳川という木から花が散るのを幾度見てきたか。さぞやおつらかったことでしょう。花の散るのを惜しむのは人の勝手な解釈に過ぎぬ。花は散り、明くる年にはまた開く。民という花、将という花、時を超えて咲き続けることにこそ意味がある。良いな、信行。花が散るのを悲しんではならぬ。大阪城の包囲はなった。総攻めを始めよう。この一戦に乱世に幕を下ろす。この真田丸こそ守りの要、いかな敵とて寄せつける。全救援攻撃。親方様が私に覚悟を促した時だ。気にはさせん。地味ながら良い働きをしておる。将軍なくば徳川幕府は成り立たない。秀忠様も死守せねばならぬ。
Yeah.
大阪城は我が槍が守る。解剖戦った者のためにも何としても落ち延び豊臣の世をつなぐ。解剖
退屈せずに済みそうだ。逃さずに済んでよかった。イネク、貴様は真田の。素直にここは借りておくわ。雪村様は死なない。死なせない。敵将撃ち取ったり。させん。兄
雪村は不動なればこの槍にて語るほか術を知りませぬ。ならばその槍で兄を止めてみよ。雪村、家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い、勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と血はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村、お前が咲かせた花、私が守っていこう。Alright guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.